はい、ルンジです。やっていきたいの。風ね。風の方。なんで、これね、多分。まずこいつ倒しの2筆して、上をまずセット倒して。で、今度は、逆から、行きの、下から入らんダメなのね。こうやったらいい。下から、倒せん。勝った。これはちょっときちいな。さすがに。さすがにおじさんもきちいや、それ。倒せんね。勝った。さっきダメやった。どうしよう。そうなるともうわからんわ。とりあえず倒しの、これでいいか。危ねえもう。一手目まだは全然わかってないし、微妙なラインやね。次が、そう、2フレ以上して、王戦で倒せ。あら？王戦で倒せるとは言えよ。あ、これ入れんね。2フレ以上して、入り込みの、うわ、きつ、2フレができんの、まず。あ、これでいいかな。これは、次は大丈夫。あ、オッケー。これ片方ずつでも倒していけばもう楽。機長はでもちょっと、スピア枠なんで、ちょっときついけどね。で、どうしようか。嫌な配置されてあるな。多分ね、倒してくれる。うん。スピードアップがいることでね、こうやっていけるんで、機長結構いいと思うけどな。サポートとしては。で、こうやって次のステージも、あれ、スタートになればね、これどうしようかな。どっちにしてもダメか。雑魚処理をまずする。やろ？これで倒して、オッケー。これで動けるようになったんで、あと3フレして弱点殴るってあれなんやけど、どうやったかな？こうやって入って、こう入って、オッケー。これ全然削れんねん。やっぱ、風と、あれじゃ全然違うわ。ただね、さっきはね、ポルトス入れてなかったんで、ポルトスいたら多分、ちょっと違うんじゃねえかな。これどうだ？こう。ちょっと厚めに行って、これだ。オッケー。強え、ポルトス。ポルトスありやね。一体入れるの。雑魚処理だけで、ただね、その自分にジュズマルもいないし、なんで、自分はちょっと連れて、機長を連れてきたのは、それも理由あるんやけど。で、ニフレシーの、リフレシーので当たれんのよな。この配置が絶妙。リフレシーので、これで、あ、上から出て、先に、反射、何も当たらず反射に行けば、オッケー。いける。次でも機長なんで動けない。貼り方によるか。おお、そこか。ないこともな、ないこともないけど。あ、やべえ、下手くそ。今のは下手くそ。痛恨。
ちょっと運ゲー感出んだよな。どっちから行くかわからんのよね、これ正直。あ、違う、ちゃんと狙っていけばいいんか。じゃんじゃん。これくらいか。あ、違う。全然や。やばい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 。ちょっと。ポルトスじゃあ、倒せんこともない。あっちをジュズマルでやって、ジュズマルじゃない。オーセンがやってくれれば倒せんことはないか。え？どういうこと？やばいやばい、ターンがないぞ。もうちょっと角度つけていいってことか。これくらいか。てん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 。だー！それがうまくいかん。下手くそすぎる。マジで。どうだそれ。結構角度つけてきた。帰ってこれるんじゃない？あ、そっか、先に当たっとけ。無理や。下手くそ、マジ。マジでやばい、それは。ここでただ使いたくないよね、正直。角度。結構つけていいな。いやー、オッケー、いった。で、ポルトス、ちょっと、回復もあるんでね。あー、でも3ターンか、ちょっときちいな。最悪、ジュズマル使うか。ここもね、結構難しいよね。サンフレしつつ、こう使うけど、当たらんようにサンフレして、あれに入らなきゃいけないのにずれ込んで。みんなは一人のために、一人はみんなのために。これや。いや、めちゃくちゃ強くね、ポルトス。SS やったら弱点関係なかった、今。あ、強え。ポルトスありやわ、やっぱ。で、機長がね、やっぱいいサポートするね。案外悪くないパーティーかもね、これ。はい、で、これ入ってんね。入ってる場合は、ちょっと、これでいいかな。これでいけそうな気がせんこともないけど、オッケー。今のよ。機長はちょっとしょうがないとして、次ジュズマルで、うわー、そういくか。となると、わからんな、これでいけるかな。オッケー、クリティカル。これね、運気拾ってきたんでね、クリティカルでかいね。さあ、ボス、ラスボス、ラスゲだ。は？鬼削りしとうやん。運があったね。で、これまず、雑魚処理して、むずいな。ここパック使い時やね、もう、すでに。雑魚処理2体できれば、1組でもできれば全然違う。あわよくは2体やるけど、うわ、全然できん。これ、どっちかでもやっつけれればいいわ。これでどっちかでもやっつけれればって感じよ。あなたのおかげで救われました。あって出たね。そこじゃねかったけど。あ、ポルトス強いわ。あー。終わりました。